きチャンネル。こんにちは。こんにちは。さあ、ちょっとお邪魔してますけど、はい、今日俺が仕切らしてもらう。いろこさん、もうちょっとこっち飲んだら、座ってないです。ちょっともうちょっと、はい。いやいや、あんまり夜とセクハラって言われるから、お前もうちょっとどけって言われるかなと。大丈夫です。大丈夫だ。はい。いや、今日はね、こう選手名鑑、はい、これなんで持ってきたかというと、はい、片岡が、はい、YouTube 始めるでしょ。そうですね、我々の仲間になってくれる。湯川さんのチャンネルで見ましたよ、やるっていう。そうだ、はい、いやだから我々の仲間になるわけ、はいはい、でそこであいつがこれを全部頭に入ってくるような知識があるというオタク系なんだ、あいつ。選手メーカーですか、うん、意外と選手の名前言ったらどこどこどこだって経歴が分かるという、出身校とか、うん、出身大学とか、されてるんだ。だからどれだけすごいかということを、はい、佐藤使ってちょっと俺が問題出すから。選手メーカーってそんな読んでます？いや俺は読んでないよ。僕も全く読んでないですよ。いやだからどれだけ片岡がすごいかっていうのを今度動画を撮るときにこれ同じことをやるから、どれだけすごいかっていうことを。でもやっぱ野球選手だったらその出身校ぐらい覚えてるんじゃないですか。この選手どこどこから来たの。川さん、はい、僕と何日やってるんですか。何回も言ってるでしょ。人のことに興味ないんですよ。そんなの、そう、出身校とか知るわけないじゃん。いやでも有名どころだったらわかるかも。そう、どうでいいですか。じゃあまあとりあえずロッテだったらわかるんじゃないですか、うん。じゃあ行くぞ。はい。見えない。見えない。これできない。いや小さすぎない。全部ちょっとあややってよ。でも思ってましたもんね。あややって。できないんだよ。どうしましょう。じゃあこの辺行きましょうか。ああまあまあ、これ誰？ちょっともうちょっと話す。よしこれでいい。はい、じゃあ清田選手の最終学歴は？で東洋大学ですよ。はい。そっからだからあのあれですよね、柏っすよね。あ、そうですね。おお、わかるじゃないですか。そりゃチーム名、じゃあチームメイトっていうか同じチームですね。だから違うところ。あ、じゃあ違うところ。もうバーンと開いてそこ出していく。はい。はい。おお、伊藤光。ああ、オリックスから来ましたよね。はい、そうです。オリックス。違う違う。どこの高校とかだよ。そりゃそんな誰でもわかるわ。伊藤光。はい。どこの高校？はい。それはまあ日本の高校っすよ。あ、日本人、日本人ですよね。はい。え、結構名門校ですよ。そうなんですか。伊藤光。どこ出身？どこ出身かも知らないですよ。愛知出身ですね。じゃあもう。違いますね。愛工大名電ですか。明徳義塾でした。え、愛知出身なのに？何フェイントっすか。あ、そうなの。はい。明徳したんだ。ってことですね、私立で入った時に。でも出身で、その何かの転勤か何かで、はい、分かんないですよ、越境したかも分かんないですよ。そうだな、いや、だって鈴木大地選手も静岡出身なんですよ。はい。でも高校全然違いますよね。はい。知ってますか、高校。はい、それは知ってますよ、遠いんですよ。そうです、はい、静岡なんですよ、出身が。ちょっと他にも出して。それじゃあ、これ開きます。あ、でも佐藤さん、パの方は得意ですよね、きっとね。はい。いや、相当も限らないと思う。コーチでしょ。いや、コーチでも。あ、そうかそうか。あ、じゃあこれはまあ簡単ですね、きっと。西村監督。うん、あ、はい。鉄道会社ですよ。はい。はい。鉄道管理局。管理局。はい。で、で出身はね、宮崎のね、はい、串木野かなんかなんですよ。はい、宮崎。でも高校は？高校はどこですか？高校はあれでしょ？あ、日本の高校でしょ？福島高校っていうところですね。まあでもこれはだって下克上取った時の監督だからさ、それは分かるよ。そうですね、ある程度のこと。確かに。まあ高校とかは知らないですけど、はい、まあそう出身のなんか感じはしてますよ。感じはね。そこはちょっと柔らかすぎた。確かに。でもパッと開いたら分かったんですよ。だって知ってます、知ってます。はい、もう豊さんの出身校とか知らないですからね。豊さん知らない。はい、豊さんって。でも最終学歴は私は分かりますよ。最終学歴、はい、どこ。中央大学。おお、そう。はい、おお、そうなんですね。刀学。日本ハムでしょ、最初学歴。まあ確かに。勉強させてもらった。いっぱい。まあこうそれが良かったな。パリーグ一回行ってパリーグを知るということ。僕、袴田さん青学っていうの知ってますよ。あ、そうです。高校も覚えましたよ、ね。静岡高校。ここ？はい。あ、静岡高校。湯坂さんは意外とね人になって。湯坂さん何高校なんですか。たたら学園っていう高校で、はい、今高川学園。あ、高川。ああ、知ってる。はい、山口ですよね。あ、そうそう。はい、そこで僕オープン戦行って雨降って高川学園練習しましたもん。ロッテ時代。はい。オープン戦中心になって。施設良かった。めちゃくちゃ良かった。そうでしょ。大きいグラウンドもあって、室内みたいな武道場みたいなところに変えたりして、めちゃくちゃ良かったです。良かった。そこの室内で練習させてもらったんですよ。
オープン戦の時。いやいや、ゴルフ場もありますよね、高川。え、ゴルフ場あった？違う系ですから。いや、それは知らないわ。でも、でかいですよね。陸上競技場もあって、あ、ありますあります。全部人工芝。へー、すごいんだよ。すごいですね。でも、初めてしたでしょ。はい。じゃあ、ゆとこさんやってみますか？外でいいですか？じゃあ、2人で、2人で。じゃあ、早押し的な感じでいきますよ。はいはい、じゃあ、ちょっと。これ、意外と私にとっては簡単だな。島内博明。うん、誰？島内でしょ。島内、楽天の島内です。あ、はい、あれはね、大学どこでしょう？明治大学。ピンポンピンポーン。あー、小島さんのね。そうです。はい。そうです。そう言われて、お前さ、ほんでさも知ってるようにさ、小島さんのなんて誰でも知ってるわそんなもんが。星稜高校から明大ですね。星稜なのね。そうですよ。でも逆パターンでもいいよ。星稜高校が明治から明治行った誰もで、そのチーム名の家が。おお、なるほど。じゃあちょっと、まあもうこれ、じゃあロッテで行ってみましょうか。はい、ロッテは当たりますよ。ロッテ当たります？わかんないですけど。じゃあ、龍谷大平安から大体大で大阪ガスからロッテ。ああ、これはもうあれですよ。あれでしょ、あの、いや、増田でしょ。違います。あ、違う、増田違うかった。違います。えらい、どうやら大阪です。全く違うというね。ま、松永。違います。違う。あ、あいつはあれだ、関西なんとか大学だった。全く想像つかない。大阪ガス中野投手、投手ですね、投手。あんまりメジャーじゃないじゃん。いや、でも出てましたよ。誰ですか？酒井投手です。ああ、酒井、うん。そうか、まあ一緒にやってないですもんね。そうそうそう、はい、まあでも、はい、こういうこと、これを片岡さん言えるんですよ。だいたい俺は言えると思う。だからあれですよね、片岡さんのチャンネルが始まったら、うん、まずこれがあるんですよね、この感じで。これをやる、はい、これをやらすよ、うん、いや、僕と一緒の感じだったらあれですよ、なんかあのフェイクニュースですよ、豊さん。いや、俺はね、あいつのその頭の中の知識は、はい、あの必ず、はい、あの反映されてくると、うん、もう我々とは全然違う知識を持ってる。じゃあクイズ王になるかもしれないですね。あいつのね、記憶力っていうのは大したもんだよ。でも、じゃあそれでね、すごいのが見えたら、はい、やっぱりコーン東大やりたいですよね。やりたいですね。負けたくないよ。負けたくないですよ、やっぱりね。いや、あいつもね、意地になるタイプだから。もう絶対、あの、例えば新幹線乗ってくる間、選手名鑑離さないで、こうやって調べてきてるんだ。でも何気に、この古今東西バトルは難しいですからね。はい、何もかかってないのに、あの、負けたくないっていうプライドのプレッシャーが、すっごい来るんですよね。はい、やここに来るから分かんなくなっちゃう。うん、ええ、なんですか、分かんなくなっちゃう。でも覚えてても出てこないですよね。覚えてます。覚えてます。意外と分かりますよ。じゃあ優勝校は何のですか、優勝校。あ、でも甲子園の最多優勝校ってどこになるのかね。それはもうこの前やったクイズだ。どこだろう。それは PL じゃないですか。 PL か。だってまず KK の時にずっと勝ってるじゃないですか。一回だけですよね、まあまあ、優勝できなかった。確かに。まあ、他にも東院地っても最近ですもんね、大阪。東院は本当に最近ですよね。でもまあ昔から言ったら中京大、中京、中京とか、だから中京商業とかからですよね。そうそうそう、すごい多いですね。あれも3連覇とかしてるんですよ。そうですね。だからどこなんだろうね。でも逆にあれ面白いんじゃないですか。何、優勝したことない都道府県。いや、これ、うん、でもまあこう上の方になるよね。そうですね、北の方になりますよね、うん。でもそんなのも少ないから少なくなっちゃうじゃないですか。確かに、とりあえず6個で終わっちゃうっていう。まあまあ確かに、はい。でもこういう知識をあの片岡に喋らすと、うん、絶対豊富に持ってるから、これはまた面白いチャンネルになると思う。そうですね。だからもうちょっとバトルしようよ。したいですね。私はね、でも読み手でね、僕どこ行っても一番年下なんですけど、はい。そうそうだ、もういじられる。人に興味ないって言いながら人にいじられるからな、これから。もうしょうがない。もうどこ行ってプロ野球ニュース行っても、はい、片岡さんも一緒にやらせてもらってますけど、はい、22人いるのに、うん、引退して5年経ってるのに、はい、今も一番年下なんですけど、いやでも俺も60だけど中堅ぐらいだよね、まだ。そうですね、うん、そうです、豊さんまだ中堅ですね。だって70代がいて、うん、70前の人たちがいてみたいな感じだから、うん、中堅ぐらいの。それは佐藤
もう一生我慢がない。結構入ってきますよ、この後。あのね、ちょっと一歳ずつでも、はい、もう後輩が欲しいです。はい、まあでも片岡チャンネル、ね。そうですね、ちょっと楽しみですよ。まずね、本当に豊さんの情報がどんなに楽しいのか、絶対絶対自信がある。はい、だからまあ楽しみにね。皆さんもぜひ見てもらいたいですね。はい、お願いします。お願いします。